吉川京康は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、毛利氏の家臣、岩見吉川氏十代当主、岩見国にまこおり栗郷の国人であった、栗淡路守の子で、栗吉郎と名乗った、秋国の国人吉川氏の分家である、岩見吉川氏の当主吉川京天の養子となった。毛利元成が台頭して、吉川本家を吸収するために、 次男の元春を吉川氏当主として送り込むと、文家の京安も元なりに侵入した。A62 年、川本温東城の小笠原長尾討伐に功績を上げた京安は、岩見国福港に所領を与えられ、福道城を改修して、戸村城から移転して、居城とした。同時に、岩見銀山の管理も任された。A64 年、天越に属した。 福谷高金率いる天子軍五千人に福道城を攻撃されるも、当時まだ珍しいひなわ銃を使うなどして、撃退に成功する。翌、A65 年に、元成が岩見国の有力国人である、本城上皇一族を滅ぼした際には、京安は、毛利家臣として、上山本たらと共に、上皇の居城山吹城を接収している。 岩見国の所要が安定した収入を得るようになると、天正二年に家督を着南教家に譲り隠居する。天正九年、息子の教家が牢城中の鳥取城で、織田軍の橋場秀吉に降伏して自害した際には、遺言状を受け取っている。息子の死後、幼少の孫たちを引き取って養育した。隠居年である天正二年が没年と誤解されることが多いが、 天正9年の鳥取城落城の際に、息子、京家からの遺言状は父にも当ててあり、同じ岩見国人で、毛利家臣の松田氏の古文書でも、天正9年以降の生存が確認されている。また、文録の役終了後に、小早川隆景が吉川京康に、朝鮮での愚痴をこぼしたとの話も残っている。 慶長4年7月10日に死去した妻を自らの回帰した上皇寺に埋葬。翌、慶長5年の関ヶ原の戦いで、毛利軍が敗れた後、着村の供述は毛利氏の傍聴違法に従い、須を岩国城に移住した吉川広家に仕えて過労となったが、京安は老齢を理由に福光に泊まり、同年秋に死去した。吉川京安は、 神方から石膏の棟梁、壺内渡る蘇米を招き、岩見での石材の技術を向上させるなど、産業の育成にも力を注いでいる。岩見克服工場、ありがとうございます。